はい、えー、皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、ウイルス性肝炎の分類です最初にウイルス性肝炎について説明し、さえー、次に、えー、あまり出題されないね D 型肝炎と E 型肝炎について先に触れます。 そしてよく出題される A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎を比較してそれぞれについて解説をしていきます。記憶に残る復習の仕方を早期して保存について説明し、最後にウイルス性肝炎の分類に関する国家試験、過去問題について解説をしていきます。肝炎の原因のほとんどは肝炎ウイルスの感染なんですね。でこのの肝炎ウイルスの種類によって で慢性化するもの、慢性肝炎になるものとならないものがあるというのがポイントだと思ってください。えー、慢性肝肝炎ににななるるもののは肝変や肝細胞がんの原因になるからです、えー、逆に、えー、慢性化しないものは肝硬変肝細胞がんとは関係がありません。えー、ところで、えー、ウイルスは、えー、遺伝子イコール拡散とそれを包むタンパク質の体でできている病原体でしたよね。 えー、ウイルスの遺伝子はですね、多くは RNA なんですけれども、えー、肝炎ウイルスの中では、B 型肝炎ウイルスのみが遺伝子が DNA の DNA ウイルスになっています、えー。あまり主催されない D 型肝炎、E 型肝炎のお話です、えー。D 型肝炎が起こるためにはですね、B 型肝炎ウイルスに感染していることが前提となるんですね。 だからもし D 型肝炎というね選択肢があった場合には B 型肝炎の知識で解くようにしましょう。ですから感染経路も血液感染になりますしそれから B 型肝炎のワクチンが効きますよね有効ということになります。次に E 型肝炎の特徴ですけれども E 型肝炎の特徴は A 型肝炎と似ています。 ですから、もし E 型肝炎の選択肢が出てきたら、これ、A 型肝炎の知識で解きましょう。ですから、感染経路は経口感染と答えればいいし、慢性化するかどうかについては、慢性化しないと答えればいいわけです。A 型肝炎と、ね、唯一違うところは、まあ、E 型肝炎に関してはワクチンがないということになります。それでは、よく伝えされる A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎の比較を表で見てみましょう。 えー、まず拡散イコール遺伝子なんですが、まあ、多くは RNA ウイルスですけれども、B 型肝炎だけ DNA ウイルスということになります。感染経路は A 型肝炎は蛍光感染ですけれども、B 型肝炎、C 型肝炎は血液垂直感染がある。ねえー、特に B 型肝炎は耐気感染が強いので、性行為等でも感染しやすい。 C 型肝炎はセコイで感染するかもしれませんけれども、B 型肝炎ほどではないということになります。えー、潜伏期間ですけれども、A 型肝炎は、まあ、1か月前後、B 型肝炎が一番長くて1か月から半年、C 型肝炎が1か月から3か月、す、ま、べ、あ、て月単位ということになりますね。はい、えー、激症化ですけれども、A 型肝炎は、ね、免疫力の弱い、えー、高齢者に激症。 がが見られますが、まあ、B 型肝炎は、ねえー、なんと激症化、あ一番しやすいものとして覚えておいてください。それに対して今度は C 型肝炎の方は激症肝炎激小肝炎になることがまあ稀なんですね。えー、急性期の症状がはっきり、えー、しにくいというのが C 型肝炎の特徴になります。次、えー、慢性化。慢性肝炎から肝硬変、肝細胞が がんキャリアはですねこれは1つのグループとして、えー、まとめて理解しておきましょう A 型肝炎はあ慢性化しないわけですから肝硬変肝細胞がんとは関係がありませんし、えー、持続感染者キャリアにもなりません、えー、それに対して B 型肝炎は慢性化ね数パーセントするので、えー、肝硬変肝細胞がんとも関係がありますし、えー、キャリアと呼ばれる持続感染者がいます えー、C 型肝炎は効率に慢性化するので肝硬変肝細胞がんに一番関係しますし、えー、キャリア持続感染者の人数も一番多いと考えられています。さあそれではそのこれらが予防できるかどうかの免疫グロブリン製剤とワクチンなんですけれども A 型肝炎と B 型肝炎にはあ免疫グロブリン製剤ワクチンともにあって C 型肝炎はどちらもないと覚えましょう。 さあこの表をしっかり理解しておくと多くの問題が解けるようになると思います。えー、もう一度繰り返します。A 型肝炎は A 型肝炎ウイルスに汚染された飲食物を経口摂取して感染する急性肝炎です。えっと、もう少し具体的に言うと、えっと、A 型肝炎ウイルスは患者さんのお糞便べんに、ね、出てくるわけですよね。 えー、例えば、その糞便がですね井戸水に流れ込んだりして、その井戸水で洗った野菜を例えば生で食べてしまうとかね、その井戸水の水を、ねえー、沸かさずに飲んでしまうといったようなことで、経口感染するということになります。そして、慢性化しませんから急性肝炎ですけれども、えー、慢性化し,しないということは、肝硬変、肝細胞がんとの関係もなく、持続キャリアもいないということになります。 えー、高齢者は免疫力が弱いですから、えーね、急性肝炎になったときに、えーね、若年者に比べてまあ重症化しやすいと言えます、えー。A 型肝炎にはワクチンがありますから、ね、皆さんも衛生環境の悪い地域に行くようなときはです、ね、ワクチン接種が進められるということを覚えておきましょう、はい。次に今度は B 型肝炎ですけれども、B 型肝炎は B 型肝炎ウイルスが。 あ存在している血液や体液を介して感染するえ急性肝炎慢性肝炎ですえ。血液体液感染ですから感染経路としては、まあ、母子感染イコール垂直感染がありますしえ性行為でも感染しますし、えー、悪く、ね、え輸血血液製剤で感染することもありますし何といっても医療従事者には 針刺し事故に気をつける必要があるということになります。B 型肝炎に,がにかかった場合、多くは急性肝炎で治癒しますけれども、えー、数パーセントから10%程度、慢性肝炎に移行することが分かっています。えー、慢性化するわけですから、肝硬変や肝細胞がんの原因にもなるわけです,、えー、す。垂直感染するということは、まあ、胎児の経胎盤腺 感感染染ととかあと三道感染それから新生児のね、えーまあ、乳児の母乳感染とあるわけですけどもそういったところで感染しても、えー、すぐに、ねえー、新生児が、えー、B 型肝炎の急性肝炎になるということはないんですね、えー、一般的には持続感染者症状のないキャリア無症候性キャリアになります またですね、感染したけれども患者さんが気づいてない、全く発症してないという方もですね、この持続感染者イコール無症候性キャリアとなって、えー、日本人は1億2000万人ですからその1約1%ぐらい120万人ぐらい、えー、この持続感染者の無症候性キャリアがいると考えられています。もちろんそういった、ね、人たちからまた性行為等で、えー、他の人に感染してしまう可能性があるわけですよね。でまた無症性キャリアのひ どっかららですすね気がいいたら慢性肝炎だとううような発症の仕方もあります、えー、今度は逆に急性肝炎 B 型肝炎の急性肝炎の場合はですね12%の方は激症肝炎となって、まあ、激症肝炎というのはね死亡率が高い肝炎なわけですよねえっと激症化率が一番高いのは B 型肝炎ということも覚えておきましょう さあこの B 型回のワクチン、えー、多分これを聞いている皆さんは、もうね、実習に行く前に、えー、打ってると思います、注射してると思いますけれども、えー、2016年からですね、乳児の定期予防接種になっているんですよね。ですから、あ十、ねえー、数年後からは、ねえー、もう看護学生、ワクチン打たなくてもいいということになるかもしれません。えーっとまあ、抗体価をね、調べて打つということになると思います。 今、ね、これを見ている皆さんはあ、ねえーまあ、医療従事者になるわけですから、まあ、必ずワクチンが接種ワクチン、B 型肝炎のワクチン接種が必要であるということは知っていると思います。さあ、最後は C 型肝炎ですね。C 型肝炎は主に血液を介して感染するので C 型肝炎ウイルス見つかったのは1990年代の半ばですから、ね、以前は、ね、残念ながら輸血が原因の多くを占めました。 ただ、輸血が原因の多くを占めていたわけですから、今は輸血、血液経済、血液製剤、必ずこの C 型肝炎ウイルスについてはスクリーニングをするので、えー、現在は輸血、血液製剤からの感染はほぼなくなったといえます。ということは、今、C 型肝炎の、ね、発症例の多くは、まあ、原因がよくわからないわけです。原因不明なわけですね。でさらにです、ね、発症しても臨床症状が軽いので、 えー、急性肝炎では見つからない人もたくさんいるわけですよね。半分ぐらい見つからないと考えられてますね。で、えー、じゃあどうやって発見されるかということなんですけれども、えー、慢性化率が非常に高い、60%から70%で最も高いので、えー、急性肝炎で全然見つからなかった人がですね、健康診断で肝機能異常を指摘されて、 そして詳しく検査をしてみたら、もう C 型肝炎の慢性肝炎になっていたというような見つかり方も非常に多いわけです。え正確には分かりませんけれども、無症候性キャリアも約200万人ぐらいいるというふうに考えられています。えそういった方から、まあえー、性行為の感染は B 型肝炎に比べれば少ないですけれども、えーまあ、もしかしたらそういう可能性も当然ある。 それ以外の血液感染の可能性もあるということになります。慢性化率が一番高いわけですから、肝硬変肝細胞がんの原因として一番多くて約7、8割を占めるということになります。はいえー、慢性肝炎の、ね、治療が取材されることもあってです、ね、B 型慢性肝炎には拡散アナログ製剤という薬が投与されます。C 型慢性肝炎には直接性型抗ウイルス薬を投与されます。 以前、C 型慢性肝炎にインターフェロンという、ね、問題が出題されたことがあるんですけども、まあえー、現在ではあ、ね、インターフェロンは使用されなくなりました、えー。C 型慢性肝炎には直接作用型抗ウイルス薬の投与で、えーね、かなり治るようになってきています、えー。拡散アナログ製剤、直接作用型抗ウイルス薬というのは新しい薬なので、まあ、非常に治療費が高くつきます。 ですから全国の自治体で医療費助成の対象になっているといったようなことも知っておくといいと思います。はい、国家試験には確実に合格する学習方法があってこのチャンネルでは「ラーニングするディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があってそれはみんなが知っていることはあなたも知っていれば合格できますよということです。LTD をすればそのような状態になるので合格できるわけです。 LTD はまた記憶の三原則にも有効で理解して覚える決め短期記憶が長期記憶に変わる保存思い出すことができる早期のことです学習効率の非常に良い LTD について詳しく知りたい方は学習方法という会をご覧になってくださいそれでは今回の復習をしましょう SNS で今回学んだことを発信すると え記憶に保存されて忘れません。えー、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あそうやって覚えたらいいのかと理解し、記名してくれて、えー、とっても喜んでくれます。えー、その時には、「ハ<タ>ッシュタグ鈴木もりよチャンネル、ハ<タ>ッシュタグウイルス性肝炎の分類」とつけてください。お願いします。えー、それぞれ A 型肝炎、B 型肝炎、C 型肝炎、覚えておくべき特徴を説明してください。 ワクチンが有効なウイルス肝炎はどれかという、ね、問題が出ています、はい。A 型肝炎と B 型肝炎にはワクチンがありました。C 型肝炎にはワクチンはありません。E 型肝炎,、ね、A 型肝炎の知識で解くけれども、ワクチンはないんですね。経、え、口、ー、感染で発症するのはどれか、えー、と ?1 番、HIV 感染症、エイズですけれども、これは血液体比感染ですね。えー、2番の、 a 型肝炎が経口感染と言えなければいけません。3番え回はですね。非全体の感染症で接触感染まあ、特に長い時間ね。接触する必要があるので、まあ、性行為等で感染するということが知られています。肺結核は飛沫感染と空気感染と覚えておきましょう。 えー、輸血によって感染しないのはどれかという問題です。えー、まず1番の C 型肝炎は、ね、もうこれは血液感染します。2番の成人 T 細胞白血病も血液感染で、特に垂直感染の問題になりますね。さあ、この問題は少し難しくてですね、伝染性交換という、ねまあ、小児の発疹性の疾患の原因であるヒトパルボウイルス感染症なんですよね、伝染性交ね一般的には飛沫感染、接触感染なんですけども、 えー、結晶製剤中からね見つかってるという報告がいっぱいあってこれは、まあ、輸血によって感染するに入れなければいけないんですね、まあ。クラミジア感染症は性感染症ですから、まあ、これが輸血によって感染しないというのは選べるかどうかの問題です。 はい、えー、血液感染するのはどれかという問題です。結核飛沫感染、空気感染、A 型肝炎、経口感染、そして、えー、B 型肝炎が血液感染、退避感染で、インフルエンザは飛沫感染、接触感染ですね、えー。感染予防のために献血された血液のスクリーニング検査の対象となる疾患はどれか。ね、これは先ほども言ったように C 型肝炎になります。今、スクリーニング検査をしているわけです。<laughs> 経口、はいえー、感染する肝炎はどれかという問題で、これは A 型肝炎を選べればいい問題ですね。はい、B 型肝炎と比べた C 型肝炎の特徴について正しいのはどれか。1番、激症化しやすい。これは B 型肝炎の方が激症化しやすいですよね。C 型肝炎は何しろ急性肝炎で発見されにくいわけですから、まあ、症状が、ねえー、出にくいわけです、はい。2番、性行為による感染が多い、ね。もしかしたら C 型肝炎あるかもしれませんが、 まあ、B 型肝炎の方が多いわけですよね、はい。4番、ワクチン接種による感染予防対策、ね。これは C 型肝炎にはありませんでした。えー、ですから3番の無症状のまま慢性化しやすいというのが答えになります、はいえー。C 型慢性肝炎に使用するのはどれか、当日は4番のインターフェロンでしたけれども、まあ、今後この問題は指されませんで。直接性型抗ウイルス薬、単独投与で治療されています。 ウイルス性肝炎の起源ウイルスで DNA ウイルスはどれかという問題ですね。ウイルスは一般的に RNA ウイルスが多いんですけども、肝炎ウイルスの中では B 型肝炎ウイルスが DNA ウイルスと覚えておきましょう。はい、国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。